お前んちくんの久々だな。ん飲み物 <laughs> 何でもいいよ。お今年のカレンダーも子犬のやつなんだ。<laughs> 相当犬好きだよな。<laughs> てかさ、予定をカレンダーに書き込んでんの。 真面目っていうか、アナログっていうか。なんか可愛い。<laughs> えっと、今日って何日だっけあ、ハートマーク。これって俺と会うからハートマーク書いてんのかなんおでも、先週もあったけどハートマーク書いてないじゃん。 あれ俺と会うからハートマークってわけじゃないのかおおありがとうコーヒー嬉しいああのさカレンダーに書いてあるハートマークってなんか意味あんの俺と会う日に印つけてんのかなって思ったけど そうでもなさそうだし。うんって。意味深な返事すんじゃん。聞いちゃいけなかったあ。あ、でもさ、俺に隠したいことなら、カレンダーごと隠すよな。俺が来ること分かってたんだし。 言いにくいえ今日はいいよって日えっと、それは…そういうことえ、でもちょっと待って先週だって俺たちそういうことしたよね ん何違うの他になんか意味あんのえっ友達に笑われたんうんうん子供みたいって何がつけてするのが いやいやちょっと待って。もしかして、それで、つけなくても大丈夫な日をカレンダーに書き込んだってこと <laughs> お前、なな <laughs> ってじゃなくて。まず、友達は友達で、 俺らは俺らそんなこと笑われたくらいで流されんなつけてするもしないもそんなのお互い関係ないじゃん <laughs> でもって何はあ、もし子供ができたら結婚すればいいだけのことで俺にその覚悟ができてないから まだそこまで真剣に考えてないからつけてするんだってあ、うん、そういう考えもあるかもしれないね。<laughs> ま、けど、俺はそうじゃない。好きだからこそ、そういうことはできない。ごめん。 抱きしめていい？九分<ュ>。<laughs> 俺のこと好き？うん。俺も好き。すっごい好きで。 愛してるだからこそ大切にしたいって思っててさ古い考えかもしんないけどやっぱ順序ってのは守りたいってかね親とか親戚に挨拶するとか会社とかへの報告とか お金の問題とかお前だって抱えてる仕事もあるしタイミングってのもあるよねそんな簡単なことじゃないんじゃないの結婚とか出産ってって <laughs> 泣くなってお前のこと 真剣に考えてるから慎重にゆっくり進みたいって思ってんだ一生のことなんだよ勢いで進んでやっぱやめたとかできないんだよもちろんそれでうまくいってる夫婦もいると思うけど俺はごめんそういうのは無理 もしこんな俺とは会わないって言うんだったら。うん。ごめん。<laughs> ごーめん、嘘。別れたりなんかしないって。な、そんなわんて泣くなって。近所の人がびっくりするから。<laughs> ったくー、 ぎゅういい聞い聞て何年後も何十年後もお前と一緒にいる未来しか考えてないの。 うんうーんほん <laughs> 当はお前の誕生日にプロポーズしようかなって思ってたなのになんもない日にしかもこのタイミングでプロポーズするのってさ 人生なんてよく分かんないな <laughs> 俺の目見て <laughs> いい答えは「はい」しか許さない <laughs> 結婚してください